さあそして今日のみんなの意識調査ですが、テーマは何でしょうか。都知事選にまつわる意識調査、はい、あなたに知事、候補者の政策は伝わっていますかということですね、うん、伝わっている伝わっていない、注目の候補者のみ伝わっている、その他ということです、はい、まあ、あのネット選挙運動解禁ということで、まあ、テレビに取り上げられなくても私はネットでやりますという方もいて、いや結構ね、候補のいろんなツイッター上での動き見ていると、あの争点の現場からこうツイキャスのようなのでね、あの中継をしたりとか頑張ってるんだけど、なかなか届かないなっていうふうに思ってます、はい、新聞の折り込みではね、あの東京都だけなんでしょうか、うん、入ったんですよね、各候補 の、ね、選挙候補がね、でそれが結構分かりやすく書いてあったので、うん、まあ、ああいうのはいいなと思いました。そ う、ね、あ、そういえば今、はい、上杉隆候補から、ツイッターが、はい、お金や組織はなくても正しい選挙で頑張ります、うん、フェアな選挙報道というのですね、今日はあの各候補、はい、各事務所の皆さんにどうぞ番組中にツイッターしてきてくださいと全員に呼びかけてますので、はい、紹介していきますね、はい、さあ今週のニュースオリックです。早速今日聞いている皆さんの意識調査の結果を見ていきましょうか、こちらです。あなたに知事選の各候補者の政策は届いていますかということですね。伝わっている伝わっていない、せーのドン。お、やっぱり圧倒的に伝わっていない、999票、注目の候補者のみ伝わっている616票、伝わっている246票ということで、確かにテレビ新聞報道では主要3候補なんて言われ方をして、その他の候補者の方々の声がないじゃないかと。やりますよ、モーニングクロスではしっかりとお伝えしていきたいと思います。今回のテーマはこちらです。東京都知事選、東京オリンピックの問題を考えるです。先週ニュースオリックで東京都の問題について何に関心があるかは街の皆さんに聞きました。そうするとですね、やはり2020年の東京オリンピックの問題が第1位ということで、改めてまずはこの問題について各候補のですね声を聞いていきましょう。さあまずは東京五輪の主な問題点です。こちら、まずですね、新国立競技場では聖火台の設置場所についてはいまだ決まらず、検討チームが発足しています。確かにね、デザインは決まったものの、いやちょっと消防法の問題もあってとかいろいろありましたよね。あれどうなったんでしょうね。そして1550億円の建設費も国と東京都と都との収益が2対1対1で負担、どんどん膨らんでいった。そもそもあれコンパクト五輪だったんじゃないの、もともとはと。さらには東京ビッグサイト及び幕張メッセの一時使用不可、これによってですね経済損失は5兆円規模と言われています。日本展示協会が言っています。さらにですね、東京オリンピックの総額経費は招致時に算出された金額を大幅に上回って、昨年末組織委員会が必要な経費を試算したところですね、およそ1兆8000億円となったことが分かったと。そしてテロ対策どうなのということですよね。ホームグローン、ね、ローン、いろんな、まあ、ありようを検討した結果しっかりとやってほしいんですが、今月15日政府はオリンピック開催に向けて大規模集客施設などソフトターゲットのテロ対策を急ぐ考えを示すんですが、都知事はどうするのか。そして裏金問題なんていうのもありましたよね。未だですね、第三者委員会が調査を行っているんですが結果が出ていません。さあ、さまざまな問題がある中、候補者たちはどのような対策を掲げているんでしょうか。今回は都民に配布されている選挙広報をベースに東京オリンピックについて触れているものをまとめました。こちらです。さあまず東京オリンピックの予算について語っている候補はこちらの方々です。小池百合子さん、五輪関連予算運営の適正化。鳥越さん、できるだけコンパクトでシンプルなオリンピック・パラリンピックを実現し、東京の可能性を世界アピール。上杉隆さん、約1兆円規模の予算削減、東京オリンピックまでの地方法人税の再分配を凍結、1兆2800億円の財源を確保と。そして桜井誠さんは予算をゼロベースで見直し、コンパクトな東京五輪の実施だと。そして後藤さん、東京五輪中止または超低コストでという話をしています。でさらにですね、この方々についてドン。オリンピックの体制について触れているのは次の方々です。山口さん、五輪利権の阻止、森会長および五輪関係団体役員幹部の総退陣を求めていると。山口さん、
元大臣ですよ、労働大臣ね。そして、高橋翔吾さんは私たちの声を即時協議し反映させる体制、東京ビッグサイト使用不可問題を必ず是正すると、そして山中正明さんは市民運営ボランティア組織の早期育成、そして公共施設の早期充実を図るということなんですね。まあ、インフラや東京都のイメージアップに触れている方などさまざまな意見がありました。ぜひ皆さん自宅に届いたですね、選挙広報などを、参考にしてください。さあ、ただね、ここに出ている話は、まあ、どちらかというと、まあ、理想論でしょ。じゃあ具体的にどうするんですかというのを僕はもっと知りたい、番組としても知りたいということで、番組では各候補の皆さんに、じゃあ皆さんの政策掲げている公約を具体的にどう実現するのかもっと教えてくださいということで、候補者の選挙事務所やホームページ、SNS などを通じて全ての候補にメールやファックスをお送りさせていただきました。こちらです。そうした中、返答があったのが7人の候補です。一体誰なんでしょうか。届け出順にご紹介していきましょう。この方々です。ドン。さあ、まずは選挙広報で東京ビッグサイトの使用不可問題に触れていた高橋翔吾さんからありました。私たちの声を即時協議し反映させる体制、まあ、市民の声を伝える体制と、で東京ビッグサイト使用不可問題を必ず是正ということになっていますね。そしてこれ、日本の経済と文化事業への大打撃を防ぐため、ビッグサイトではなく築地市場跡地にオリンピックメディアセンターを設置、もしくは用途に沿った代替施設を選定しましょうと、そういった文言になっています。さあ、続いてがこちらです。マック赤坂さん、選挙広報では東京オリンピックを大成功させると言っていました。具体的にどうやって大成功させるの。世界中の人々に東京を世界一のスマイル都市として売り込む。スライムセラピー掲げてますよね。東京のレストランやホテルなど接客業向けにこれから4年間かけて、都民向け英語トレーニングを徹底的に行うという話です。さあ、そして山口さんです。山口さんは五輪利権の阻止、そして森会長などについて言及していました。どうすんのと、国立競技場建設費3000億円が見直しで2分の1になったような、放漫経営を断ち切り、予算を適正化、まあ、予算見直しましょうと。そして都の負担5兆円から10兆円を3兆円以下に抑えるということにしましょうと、さらにこの方です。後藤さんです。東京五輪の中止または超低コストでと訴えていますが、どうするのかと。まずは中止返上の表明、結果損害賠償などがあってかえって損するならば、超低予算で開催、新国立競技場などは建設せず、既存の施設を活用しましょうと、そういった声が返ってきました。そして上杉隆さんです。東京五輪へ、選挙候補、七海さんですね。七海さん行きましょうか。東京五輪問題への記載はありませんでしたが返答がありました。幸福実現党の七海さんは、東京オリンピックパラリンピック開催後、低予算の施設改装により国際スポーツ振興防災機能に有効活用し経済波及効果を図るという主張になっています。そして続いてはこちらです。ドン。上杉隆さんです。東京オリンピック運営費を当初のコンパクト案にどうやってするのと。まずは石原元都知事が招致の際に提示した4500億円規模のオリンピックに立ち返り、可能な限り施設を元の案に戻す。さらに、予算を、膨れ上がらせた原因となるオリンピック組織委員会の人員の見直しを行おうと、そういった公約を掲げています。そして続いてはこの方です。ドン。中川長蔵さん。五輪関連のインフラ施設は後々の、利活用も考え賢く整備しましょうと。具体的にどうするのか。五輪後の利活用を考えてコンバージョン、転用が容易な構造に作り込むと。さらに施設の建設も維持管理も一括して民間に、委ね、創意工夫と技術力で財政負担を大きく減らすということにしています。まあ、これが以上7名の方から返答がありました。不思議なことに主要3候補からは返ってきていないんですよね。いや、まだ1週間以上僕ら報道を続けますので、ぜひまだ間に合います。
お寄せください、ちなみに今回今番組で紹介させていただいたのはですね、各候補7人の方の、まあ、僕らの方で番組用に少し抜粋してあります。全体文をですね、全文を番組のホームページに記載させていただきますので、ぜひ皆さん、モーニングクロスのホームページにアクセスをして読んでみてください。さあ現在一方で東京都が進めているオリンピックの準備状況はどのようなものなのか、東京都オリンピックパラリンピック準備局に進捗状況を聞きました。こちらです。東京都の方は高級施設を整備しているところです。高級施設のうち先行3施設と言われているアクアティクスセンター、海の森水上競技場、有明アリーナのこの先行3施設については今年の3月に設計施工一括方式によっても契約済みでございます。広報者の皆さん、コンパクトな五輪というのを掲げていると思うんですが、規模の縮小みたいなものって現実問題できるんでしょうか。それはなかなか難しいところもあるんですけども、会場整備につきましては、大会時にきちんと、その競技ができることっていうのが、大前提となっておりますので、大会後の規模を、もうちょっと縮小するとかですね、そういったことは考えながらコストについて厳しく管理していく予定で、整備を進めています。リオ大会が閉幕しますと、世界の目が今度は東京大会の方に向いて集まってくると思うんですけれども、東京大会につきましてはオリンピックで費用がかかりすぎるという、批判というのが今後あるんですことは承知しているんですけれども、世界中の人が期待している、ビッグイベントですので、しっかりと準備を進めていきたいと考えています。はい、ということなんですね。さあ今の7人の方から返信がありました。それも含めて三橋さんいかがでした。全体的に気になったのが、批判系が多いんですよ。批判系が多い、これがダメだからこうします、そうじゃなくてオリンピックっていうのは、国民とか都民が一体となってやらないと絶対成功しませんからね。なるほど。だからそういう国民とか都民の一体感を呼び込むような、本当は政策とか公約を打ってほしかったんだけど、一個もなかったですね。どう見た限り、割とでもその人事の部分に手を入れたい、そういう話がありましたね。さあそしてカエさん私広報で、配られたやつだと、やっぱり綺麗事なんですよ、で違いがわからない、だけども先ほどのように具体策はっていう質問に対して出てくると、なるほどねっていうふうにわかるわけですね、突っ込んでね、やっぱり聞きたい、だからやっぱここは今だからこそメディア頑張れっていう感じですよ ね。どうしたんだっつって、よく頑張りましたモーニングクロス、いやまだまだですよ。スタッフさんいかがですか。確かに外国人によって違い全然見えないですね。本当にみんな同じのようなことを言われてますから、どこがいいかどうか分かんないですね。そうですね。ツイッターもね、いろいろ来てますよ。やっぱり皆さんありがとうございます。各候補のね、今後もですね、モーニングクロスでしっかりと各候補のですね、政策を検証しながら、投開票日迎えたいなと思っております。で、番組ハッシュタグクロスでは候補者の皆さん全員ね、呼びかけをしました。今日帰ってきたのは上杉さんだけでしたが、ぜひ来週の今ぐらいにはもっとどんどん入ってくるといいなと思っています。以上ニュースオリックでした。さあ堀さん、はい、はい、あもう今日終わり。そうなんですよ。持ってやろうよ。ねえ、都知事選ね、紹介していきましたけども ね。さあ今日いかがでしたか、三橋さん。そうですね、都知事選のね、僕のちゃんとファックしてくださった方を全員紹介するっていうのは画期的だから、これからもやってほしいっていうか、他のメディアもやれよって感じですよ。そうですね、河合さん、やっぱ返してくれる人、あるいはツイッターどうぞって言ってツイッターをしてくれた人、それだけでもやっぱり情報だなと思いました。そうですね、それに参加すぎなかった。政策議論の前に場外乱闘が多すぎるんですよね。